皆さんこんばんは、フェザーホーム代表の千田です。今日もやってきました YouTube 撮影ということでね、2本目続けて撮ってますけども、早速ね、家を考えてる方もしくはこうフェザーホームに興味ある方に向けてまずは動画で話していきたいと思いますんで、お題ください。今日もお題持ってきました。注文住宅と建て売り住宅、それぞれの特徴を知りたいなと思って。なるほどね、はい。言葉通りですよ。注文住宅は注文をお客様からいただいたものを住宅にしていくから注文住宅。建て売り住宅、これはねなかなか難しいんですけども、建てて売る住宅、これは住宅会社がこういう風な住宅この場所で建てたらいいよってものをもう全部プランニングして、はいここでこの家ならいくらって出す、こういう違いだよね。じゃあそれのメリットデメリットなのかなお伝えしていこうと思うと、まず注文住宅なんだから、お客様がこういう注文をする、我々がそれを受けるということは、お客様の希望ありきのお家ができるわけです。細かなデザイン、棚の高さ含めてもう注文だから、オンリーワンな家が出来上がる。そうするとお客様からするとすごい、私たちの要望を汲んでくれた素晴らしい住宅になったという満足感が大きい。これが注文住宅の大きなメリットではないかな。じゃあデメリット何かっていうと、やはりこう注文をするということで、その注文に応える側からしてみると、まず一つ目は時間がかかる、簡単には進まない、これが一つ目。二つ目はやはりそういういいものを作りたい、こういうこだわりたいってなってくると、部材も増えたり手間もかかるので、はい、値段がちょっと高くなる傾向がある。これが注文住宅の注意ポイントなので、まあ、時間かけすぎても良くないし、値段かけすぎても良くない。注文住宅だからいっぱい時間をかけて打ち合わせすることも可能だし、いっぱいお金をかけて作ることも可能だけれども、ちょうどいいところで時間もお金もいいところで落ち着かせるっていうことが非常に大事かなと思います。まず注文住宅、そういうメリットはあります。やっぱかっこよくねなるし、すごい満足度高いと思います。で、建て売り住宅というのは何かっていうと、基本的にこれは私たち住宅会社がこの場所でこういう住宅に住みたい人がいるであろう、そういうふうにこうイメージをしてですね、喜んでもらえるであろうというものを、土地もそうだし建物も一般的なアンケートをね統計的に取って、大体の人が買えるであろうみたいなものをイメージしながら作った住宅なんですよ。となると先ほどの注文住宅とは違って、お客様との打ち合わせの時間っていうのが、まあ、ほぼほぼない、短い。材料とかも私たちが決める、過去に私たちがいいと思ったものを使う、そうすることで時間とコストを下げることができる。そうすれば建て売り住宅っていうのは、お客様の要望は薄いにせよ、そういった形で値段を下げれる、そして出来上がったものなのですぐに買える、スピード感があると、こういう流れがねやっぱりいいところなのかな。ちなみにフェザーホームは注文住宅のみですか？うん、今は注文住宅と建て売り住宅両方やってます。あ、両方なんですね。はい、ちょっと深くまで聞きたいんですけど、はい、千田優さんはどっちがおすすめとかってあるんですか？僕はね、こだわり強いし、注文住宅で建てたいっていう気持ちの方が強いかな。だけど建て売り住宅もいいですから、僕らプロが過去の経験とかね、この場所ならこの住宅で今あるものを全て使っていいと思うものを企画してるわけだから、全然悪いものじゃない。だけどこだわり強めで個性があるので注文でやりたいかなってのは個人的には思いますけどね。建て売り住宅のイメージすごい良くなりました、今の話聞いて。あ、そう、はい、まあ、そうだよね。なんかね、建て売りだと安いから、まあ安かろう悪かろう使ってるんでしょみたいなことをよく言うんですけど、はい、そんなことはなくて、僕ら住宅のプロがやっぱり今まで経験してきたものの中でこれがいいと、例えば10人のお客さんをこう打ち合わせしてたら、10人中8人ぐらい選ばれたもの、それだけ皆さんに求められるものなんだから、これを使おうみたいな感じでやってるから、めちゃめちゃいいよ。ただ自分の個性が入らない、入れられないというか入れにくい、それだけがちょっとデメリットかな。まあ場所まで決まっちゃってるからね、一長一短ありますけど、家を買う時の基本的な計画っていうのがまあ大事ですから、まずはそこの基本計画をしっかりするっていうことを住宅会社に行ってすることが大事なんじゃないでしょうかね。住宅の基本的な計画を知りたいよっていうことであれば、ぜひフェザーホーム、そして私千田にお問い合わせいただければお伝えしたいと思います。ということでいいかな。はい、ありがとうございます。はい、今日の動画もね、少しでもお役に立ったと思う方いらっしゃったら嬉しいです。ぜひチャンネル登録、いいねボタンもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。